あおちゃんは黒です。黒ではないんで、ね、不思議な映像だな。車寝るの初めてだね。え、初めて。よし、やるぜやるぜやるぜ、はい、そうだね、受付前ですね、うん、はい、ちょっと前に車をこのデザキャン用にしれっと購入してました。そうそう、しれっとね、はい、デザキャンカーにカスタムしていこうと。カスタム、まあ、ちょっとキャンプっぽく作り変えていこうということをやろうと思っておりまして、はい、今日はその第1弾ということで色を塗っていこうと思います。塗っていいですか。やった。すごくよくあるシルバーカラーなので、駐車場行くとあれ車どこだっけみたいな、よくなる。パッと見、あ、もうデザキャンカーだなと分かるぐらいに塗っていっちゃおうと思います。パッと見分かるような色になるってことですか。そうですね、まあそんなに、あ、そこまで派手ではないんですけど、でも派手になるってことですか。はい、派手にはなります。虹色、我々が作るやつだよね。そうだね、そう、書いて書いて書かないとなんないですね、まあ、最後に虹書いてもいいですけどね。とりあえず、まあ、今日はベースカラーまで、はい、やるぜ、イエーイ。さあ、こちらでございますね、はいはい、あ、ちょっとここら辺とかに手の跡がついてたりですとか、ちょっとあの傷とかもあったりするんですけれども、あ、そうですね、ここら辺とかも、ね、これね、これね、これが一番傷だよね。傷とかもあるんですけど、結構手あるね。これ前のオーナーさんが自分で直してるやつね。ここもね、ちょい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 。でもね、こういうのももう塗ったらね、わかんなくなっちゃうからね。いけるいける。いや、でもこれからね、いいね、楽しいね。お世話になる車ですから。そうですよ。そうです。そう。名前じゃない、あの、色つけたら名前つけましょう。ね、デザキャンカーって言ってたのに。あ、デザキャンカーでいいの？なんかキッチンカーみたいな。なんだ、大丈夫。でもデザキャンっていう名前。はい、始めます。これで何をする？それ。次の240番なんですけど、はい、あの、なんでその珍しいやつかっていうと、車って結構丸かったりボコボコしてるじゃないですか。紙ヤスリだとこう、うまく局面に合わせにくいんで、確かに滑りそう。しかもスポンジ状だから、その局面に合わせてできるんですよ。それでさっきの細かい傷とか、ああいうところ傷のデコボコを鳴らすみたいな感じで平らにまずする。デーパチンが持ってるのが、はい、ちょっとそのヤスリだと微妙に消せないなみたいな、うん、へっこんでるとか、うんうん、もう表面の塗装だけじゃなくてちょっと中まで行ってんなみたいなところは、そのパテを、あ、これ紙粘土みたいなんですけど、塗ってでヘラでちょっと、うんうん、そう隠すみたいな、ははで、そうするとへっこみがなくなるっていうのがそのパテです。1時間で硬化する、はい、すごい早いですね、うん、あと上から色も塗れるので、あ、すごい。雨が持ってるどこでもシートで油汚れも水も一回全部金取りする。はい、なるほど。っていうのが下準備で、はい、それが終わったら塗っていくという内容になります。はい、色塗るまでもまずね、はい、ね、下準備が大変ということですね。いっぱいあるね。もう色を選んでもらってますけど、何色か知らないのね。気になるね。いや、私黄色ってあるな。なんかでもイメージとしてはさ、キャンプってなんか緑が多いイメージあるから、いや、わかる。ね、なんか深緑ぐらいが。なんかこうありそうなイメージだから、まあ、それはそうなんだけど、これがありえないんだとしたら、ここから遠そうな傾向みたいな。そうそうそう、私そういう色草色だと思ってんだね。楽しみだね。ね、うん、なんだろうね、楽しみじゃん。はい、じゃあまずはまずこれやっていきましょう。はい、はい、こういうとことかどうなんですか。ちょっと浴びてるみたいな。いや、もう怪しいとこ全部やっちゃっていいです。ちょっと優しいからちょっと私にはできない。全然もう手のひらでやっていいですか。あ、全然大丈夫。なんか傷があるところに余計に傷をつけに行くっていう不思議な感じで、ね、なんかいい感じ。あ、どうかな。前のオーナーさんが、はいはい、塗ってるねって言ったところ、うんうん、ミラーのと、あ、僕今痩せてますけど、もうこのくらいがっつり、下のこれがつり、あ、なるほど、見えても別に大丈夫なんで、すごいがっつりやってますね。今回やると触った時にも前までここにこうデコボコって、ああ、本当ですね、あ、分かる分かる、本当だ、こんな感じ、分かりました、やりましょう。じゃあ、はい、広範囲を一気にやりますね。そうそう、車やすったことありますか。見てください、車やすると
白い粉が出ます。あなたは車をやすりますか？やするときは240番がちょうど良い。意外と小さい傷っていうと意外とあるね。ね、うん、してるような作ってるよ。どっからか縦もいるやつかはちょっとまだわかんない。ね、お、全部やってる。大丈夫。すごい、スローって線入ってる。ね、ね、これもやっ、こういうのとか、これも。ヤードみたいなところに突っ込んでる。その時にカリ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 。ハードな運命だわ。うん。おいしいじゃん、頑張って。まさかこんな削られる運命になるね。まあな、車だからな。おかしいな。あの素でやってくる人見えないんだなこれ。素でそういうこと見え、見せない綺麗。いやいや、だってここに傷あるなって思ったんだ。あ、そうです。縦作業やります。Yes。正しい方法ではないんですけど、はい、僕はよくもう使ってすぐ捨てるんで、入れ物に入れちゃいます。割と。灰色です。これは色とは関係ないんですよね。別に何色でもいいんです。どのくらいのものなんですか。結構ですね、まあ、これ何一押しくらい。あ、これね、硬化剤なんです。ちょっと美味しそうだよ。めっちゃ美味しそう。どっちとも共感できない。なんでなんで、はい、ちょっと可愛いじゃん。ちょっとね、ちょっと可愛いじゃん。そうじゃない。これがメインのパテで、はい、これが早く固まる。はい、はい、混ぜ混ぜ。あ、もうこれでグリグリ混ぜて、はい、あ、なんか工場の匂いする。ハロウィンみたいな色してる。あ、すごい工場の匂いする。これやばいやつ、ね、私好きだなこれ。やばい、やばい人。混ざりました。いい感じ。これを使っていきます。こんなにいらないやつ。あ、くさっ。あ、これだ。ちょっとここはえぐれてると塗ってで塗り方よ。でもう裏で、あーは、くそ。嫌いすぎじゃん。くそ。工場のくそ。頑張ってね。で、まあ、そんなに痛いのこの時点ではならない。なるほど。あ、やすってか。やすってかよ。痛いのするのか。へー、よいよい。平らにしていく。ありました。まあ、だから、この中か、うん、まあ、ちょっと削るのが多めだったから、そういうところに乗っちゃってもいいですか。ありました。なんか、これは？あ、これは？これめっちゃボコッとしてるよ。どうなの？どうぞ、お待ちください。やった、来た。パテチャンス、来たー。パテチャン、パテチャン。ナイスパテちゃん。ナイスパテ、これもちょっとパテちゃんやで。ボコ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 。この辺もやで。この傷とかはここからのじゃん。まだから？え？あめ。大丈夫です。へこみが少なめでよかったね。あ、よかったね。はい、じゃあ。はい。はい。みんな。一周。本当に一周。一周。はい。終わった。じゃあ、あともう水で流して。はい。え、これ乾かす。それ乾くのはちょっと待ちます。はい。塗ったとこはちょっと待つ。はい。じゃあ他を水で。ってこと？水。どういうこと？ちょっともうこの季節。ちょっとね。窓とかはいらないっす。窓すんごいことになってるんですけど。窓はまあ最後。終わっちゃった。塗った後に。洗車すればまあいいんで。はい。人の手もちゃんと取れるの。うん。大事だね。これ普段からなんか車の手入れするのでもいい。うん、すごい大判で、ね、いい感じですわ。上から見たの初めて。ナイスよね。だいぶ面白いっすよ。なんかこっちは必死なんですけど、なんかだいぶ面白い。綺麗になってきた。こちらが世にも珍しい。すごいおちょくってくるじゃん。じゃあ何でしょうね。あんまり汗が覚えてなさい。先輩座るとペコ。座るとペコ。ペコ怖い。ペコ怖い。はい、どうぞ。猫が怖すぎて立ってないの。そう、ありがとう。はい、あ、はい、普
通に全然怖くないよ。まあ乗っちゃえば。逆に私あの脚立の方が怖かった。あのぜ。これいけるね。いけんね。なんか意外と綺麗になったかも。うん。あ、ここ届いた、ここも届いた。ナイス、私ナイス。降りるか大丈夫か。そこゆかをね頼る、全然。うん、全力でゆか。こうやってこうやって下ろす。お父さんじゃん。お父さんが。お父さん。ダディ。ダディ。もう大丈夫。いいよって言ってくれたから。はい。お父さんの責任だから、もし壊れたら。ローラーと。はい。はい。いよいよ。はい、何色だ。色発表する。何色？ちょっとじゃあ。何色だったっけ？私は黄色推し。推しっていうか黄色かな。カフェカラーグリーン系っすよね。グリーン系そうだね。あ、その横と違う、あの草色っていう。草色っていう。そうここ似てんなみたいな。オリーブね。そうちょっと草色、あのあれぐらいの色だ。あれぐらいのね。もうちょいくすみ系、スタバぐらい。それだったら緑やん。スタバほら出してみようか。何色だろう。ピンクかな。黄色やろ。黄色なの。これがローラー。同じ色ローラーでーす。違うような気になる。どうした。どうしたんだ。大丈夫か。そしてさ、私の間に何だ。これやめて。何やったん今。大丈夫なのか。同じ色入ってる。同じ色入ってるって。同じ色だろって言わないだろ。どうしたんだ今日。二つ入っちゃうんですけど。ててん。え、こっちってこと。こっち。どうしてやるんだ。これじゃない。開けてみようぜ。こっちじゃね。意外。かわいい。何かな。くすみだね。くすみだね。ちょっとグレーっぽいけど、ブルーなんだ。これだ。これです。おしゃれ。ブルーグレーみたいな。絶対緑だと思う。私も緑だと思う。私も緑だと思う。オリーブと、それで最後。あー、なるほど。迷って。オリーブっぽい感じは。ちょっとくすみ。でもこっちの色の方が、なかなかない気がする。ね。ほら。行きましょう。いざ。あ、でかいコーナーに。でかくはね。びっくりした。今日何だ。全員が違うよ。真面目にやってるんだよ。の。100%でこれ。はい。ボディのシルバーのところを塗っていくんで、はみ出さないように、まあはみ出してもいいように、そのちょうど今この黒い縁みたいなところがね。そうそう。そういうところにマスキングテープを貼っていく。貼っていく。窓は貼らないですね。窓まで貼らなくていいです。そんなとこまではみ出しちゃうやつはいねえと思う。あれ、そんなやつはいない。それはどうか。不器用代表だぜ。だからね、いや、別にいっぺんにベーって貼らなくても、ちょこちょこしてもブチブチ切っていいです。これさ、どのぐらいギリギリ。もう、ギリですね。ギリギリです。おめえ邪魔だなみたいな顔してない。してないよ。わかるわ。ライアンが当たり強い。違うよ。私たぶんいつも通りだな。うん、でもね、いつもねゆかりそんなにね冷たくない。今日だって私だもんか。ゆかり 100% でこれだって言ってんじゃん。 100% でこれ。寝てない中での 100%。 そうです。結果 100% ではない。開ける前によく振ってくれって言ってる。嘘。また塗る前にも棒なのでそこから かき混ぜてください。それじゃあ一回。なんか棒くれ。棒くれ。割り箸とかでいいんじゃん。あ、いいと思う。ゼロカロリーダイエット。10キロ痩せるよ。本当だから。本当に痩せたんだからこれで。見て。いい色。ノーグレー。ノースブルー。ここ待ってない。この端は履けるのがいいよね。ね、綺麗。ね、いいね。色いいね、すごい。綺麗。なんか K でありそうな色。かわいい。すごい綺麗。思ってるよりは履けもいいよ。しかも早く塗れるよ。どないやねん。ここに。なんかさ、そのままさ通すとさ、インク危ないかなと思って。バッター。車塗るの初めてだ。ねえ。初めて。ねえ、人生と同じよね。ね、意外としかもちゃんと濡れてて楽しい。
あ、できやすそうな雰囲気はあるけど、意外にここまで塗ってる。もう 99% 塗れたぐらいいきました。あとまあそうだね、もうすっかり5時で、もう細かいところが見えなくて寒いんで、はい、もうあと確認は明日ということで、はい、じゃあ一旦1日目終了ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。マスキングテープ外します。外します。これ楽しいな、ね、これでまたちょっとなんかこう一瞬だからね。あの昨日さ頑張ってるんじゃなかったじゃん。確かにお外すのは一瞬なの。おお危ね危ね。ちょっと端までいい感じに濡れてる濡れてる。すごい盛んみたいになってる。サラサラな、ま、うん、マット、サラサラマットです。完全にマットタイプで。いやいいですね。いいですよこれ。デザキャンカー。これいいわ。こんにち。高評価。いいですね。これいいです。横にすら滑らすとなんか竹っぽくもなるし、三角形だから端っこもね届く。あ、よかったよかった。いいですねこれは。スポンジだから毛羽立たないんですしか。あら、いいね、あら、およろしいですか、ね。うん。お、細かいマステを。いいですね。あらやだ、褒めてくださるんですか。ありがとうございます。やりますよ。デザインキャンプとか、ね、あ、ここにやっちゃう？やっちゃう？それもだけど中もやりたいよね。あ、そうだね。そうそうそう、なんかあのキャンピングカー、はい、これからもこのキャンピングカー仕様になっていく車置きたい。イエイ。